どうも、アニメ漫画解説部の猫神たちです。ということで今日は約束のネバーランドシーズン2 8話でアニオリ展開全開になってきた約束のネバーランドについての考察動画になります。原作と比較をして考察をするので、アニメしか見てない方は絶対に知らない方がいいネタバレがあるので、この後は見ないことをおすすめします。8話については前回の動画で詳しく原作と比較して説明をしているので、よかったらそちらもぜひご覧ください。ということで今日も考察スタート。今回はウィリアム・ミネルバことジェームズ・ラートリーの生存説について考察していきたいと思います。7話でノーマンがミネルバはもういないと言っていたので、死亡している可能性は高いですが、今は平気で嘘をつく。ノーマンの言うことは信じられません。アニメの役ネバでは出てくるキャラも少ないので、せめてもの生存ルートを考えていきたいと思います。このジェームズ・ラートリーは漫画で弟のピーター・ラートリーに裏切られ死亡したということは確認されていますよね。そしてその時ピーター・ラートリーはまだ子供でした。兄のジェームズ・ラートリー死亡後、食用樹の支援者たちミネルヴァが作ったゴールディ・ボンドを鬼に渡してラムダ7214を建設し、ラムダ計画を立てました。2031年5月、その時点ではまだ建設予定の段階であり、運用されていませんでした。ノーマンが出荷をされた2045年時点にはすでにある程度成果を出し、運用実績があるほどに運用されていました。ということは、兄の死からこのノーマンがこのラムダに来るまで最低でも10年以上もの月日が流れているということがわかります。しかし今回のアニメ8話でノーマンのテスト結果を見て発した言葉、まさにこの先のラムダ計画にふさわしい食用樹だ。ジェームズ・ラートリーが門番だった時代は終わった。これからは僕が全ての食用樹を支配する。彼らに希望など一切与えない。この言葉から察するに、最近までジェームズ・ラートリーが門番だったということになるのではないでしょうか。10年間門番がいないわけもないですしね。わからないですけど。そしてアニメ4話の電話で裏切り行為が農園にバレて追われる身になってしまったとジェームズ・ラートリーは言っていますが、原作を思い出してみてください。原作では弟に裏切られ一族に命を狙われる身となったという言い方なんです。原作は弟によって殺されたのに、アニメでは農園なんですよね。そして現在2031年5月20日、君がこの録音を聞いている頃には私はこの世にいないだろうというセリフもアニメではなくなっています。なぜここも変えたのか気になっていましたが、漫画のように弟のピーター・ラートリーによって殺害されたという可能性が少し下がってきます。そして原作ではノーマンがミネルヴァさんを装いエマたちと再会するという感動シーンもアニメでは改編されており、ノーマンはミネルヴァを名乗ることもありませんでした。それは今後のアニメでミネルヴァさんが生きているからなのではないでしょうか。もしミネルヴァさんの生存ルートがあるとしたら、ゴールディ・ポンドのメンバーも全員助けて最後に全員生きて出てくるっていうのも原作勢のどんでん返しで面白くなるなと思います。オープニングのここのシーン、登場人物が少なくて、むしろ途中からノーマンたちが増えて変わっているのにもかかわらず、やたら空間があるっていうのも少し怪しいと思うんですよね。ミネルヴァさんの生存説、信じるか信じないかはあなた次第です。これからの約束のネバーランドの展開がとっても楽しみですね。まあ、今回の動画はあくまで考察なのでどうなるかは分かりませんが、皆さんはどう思いますか？よかったらコメント欄で教えてください。Twitter と TikTok もやっているので、よかったらそちらもフォローよろしくお願いします。以上、猫神イタチでした。今日もお疲れ様です。